しいですね。バッターボックスは中ピッチングになります。ワンボールからアバウトで3番に僕もなったことは、高橋から先制のツーランを今日は5番に入っています。はい、ツーワン、まあ、シャキッだけはしないで甲子園に今日は早速回す。ウータらしくないリードって言いましょうか、この阪神タイガースの監督員の4部3塁、今2番の木村拓哉からの入っています。2アウト、ボールはといったあたりも投げてはいた。この一戦力です。スタイという1対0、大活躍ですからね。 C だけです。いいから第二の野球を、はい、たまに有利ですから。はい、やらないとダメ。どうも。そしてその時の戦。出なかったんだけどということでです。お互い厳しい攻めしてないです。2球目。ボールがかかります。坪井は4試合連続ヒット。ダメです。明日。ホームランが多くなります、はい、この回2回のなかなかヒットさえ打てなくなりますが、ペース悪くないんでね、マジャクがあってしまうことがあります。北は外に構えて、あ、三振2回目です。あ、まだまだっていう感じしますね、しかもなということで休養が取れた今阪神に入りました。そのジョンソンからです。今年3年目の今岡です。からキャッチャーから三塁あり、はい、これ